はい、皆さんこんばんは、ブルーフィッシングのブルーです。今回は、マリオカートツアーパート4やっていこうと思います。今回はニューヨークツアーのマリオカートカップ、今回はロケットスタートやっていこうと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。さあ、ロケットスタートを失敗します。ロケットスタートを決めよう。いいなところでタッチして、ここ、さあ、さあ、まあ、簡単ですね、これ。いいなところでグッと押さえ、画面を押せば大丈夫です。おお、ということで、今回はカップ選手、繰り返し走り込んでベストスコアを伸ばしましょう。ということで、今回はね、このマリオ、ニューヨークツアーマリオカップバーの方の、ロケットスタート、ティムロ、あとにルビーをプレゼントします。ルビー、10個、ドカンと打ち上げたり、コインのラッシュを遊ぶのに使います。ルビーでドカンと打ち上げてみよう。行きましょう。キャラ、マシンなどを、ゲットできますよ。さあ、ここでメニューを開きます。ポチッと。そして、これですね。打ち上げ1回。で、ここを押します。下の1回打ち上げを押します。で、ここで、スーッドーン。何何、バースデーガル、ダッシュプレートプラス、ダッシュプレートのダッシュ時間とポイントをプラスというものです。それでは電話プレスで、レースを進めましょう。お、まずこれありました。ですので、今回は、これで終わろうと思います。最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いします。それではまた。